俺の名はラーメン太郎。ラーメンと太郎の間に漫画太郎的に星が一つ。ラーメン太郎の名で察しがつくと思うが、俺はラーメンが好きなのだ。住まいは文京区、その界隈の荒川区千代田区にまで手を広げ、荒川文京千代田のうまいラーメン店に日々通っている。そしてその記録をいつもツイートしている。アットマークラーメン太郎が俺のアカウントだ。今日も最近行ったうまいラーメン屋の話をさせてくれ。そうそう、これも触れるべきだな。俺がラーメン屋に行くといつも不思議でちょっと嬉しい偶然が起こる。それはだな、8月某日、淡路町駅 A2 出口に到着。目の前に靖国通りと外堀通りがクロスする淡路町交差点。その交差点を外堀通り沿いに大手町方向に進む。今回のお目当ては生姜ラーメンのお店。前回西日暮里の生姜ラーメンの店羽鳥に伺ったが、千代田区にも生姜ラーメンの店があった。羽鳥の記憶がしっかりしているうちに比較すべく向かうことにしたのだ。さあ、外堀通りをまっすぐ進み、司町2丁目信号を過ぎればもうすぐ。こちらがお目当て、マニッシュ。生姜ラーメンいろいろあれど、こちらは塩生姜ラーメン専門店。このチラシのホラーな生姜星人が店主の柴田さん。もちろんやべえやつじゃないので安心してお店に来てくれ。ではいざ。こんにちは。おや、今日は柴田さんはお休みか。さーて、注文はもう決めている。塩生姜って、マニッシュにも冷やしがあったか。冷たい塩生姜油そば気になるが、やはり初訪問はお店の一押しで、塩生姜ラーメンを味玉入りで。それではマニッシュの皆さん、最高の一杯、最高の仕事をお願いし、マニッシュ。まず器に返しを入れる。返しは塩だれで数種の塩をブレンド。塩はイタリア産とのこと。次に器に入ったのは生姜。生姜ラーメンだけに生姜は一番のこだわり。肝の生姜は熊本産のきな生姜。すりおろせば香り高く、独特のピリッとした辛みがある生姜らしい。極上の生姜として知る人ぞ知る一品だ。そして麺を茹でる。麺は菅野製麺所特製中細麺。菅野製麺所ということで麺はもう間違いない。スープに火を通す。スープは鶏ガラがベースだ。おいおい、見てくれ、この濁りが一切ない透き通ったスープ。間違いなく丁寧な仕事の賜物だぞ。そのスープを返しに入れると生姜スープの完成。黄金色が実に美しい。さあ、茹でた麺は細麺だったので、そろそろあれが来るか。我々を素晴らしき麺の世界に誘うあの奏でが始まる時間。ゆっくりと目を閉じ耳を澄まそうではないか。セブンチャッチャからの器にイン。てか麺多め。こら食べ応えあるぞ。取り出したのは鶏もも肉か。じっくり煮込んでそうで、これだけでも美味しいやつ。大きめにカットし豪勢に2枚も。そして貝割れなどで彩り豊かにし、最後に純白の味玉をドドン。マニッシュの皆さんの丁寧な仕事に感謝。着丼いただきましょうが、いただきマニッシュ。生姜の爽やかな辛みのごとく、綺麗で清々しいビジュアル。見た目生姜感はさほどないが、スープに浮かぶ黄金色のかけらから生姜の心地よい清涼感。そして目を引くのは中央に鎮座した鶏もも肉。どんな味付けが施されているのか非常に気になる。そうそう、生姜は底の方にいるらしく、後半に味変でスープをそこから混ぜてほしいとのこと。では上からスープを。ほうほう、このスープはすごいぞ。混ぜなくても生姜がふわっと優しく広がる。この生姜すごい。きな生姜恐るべし。
スープをいただくごとに生姜の爽やかな香りが鼻を抜ける。そしてほのかな生姜の辛み、それがいい。そして生姜の旨味を壊さない程度に鶏の風味も。これはラーメン太郎あるあるの、スープが美味しすぎてスープばかりいっちゃって気がつけば汁なし麺になっている問題になりかねないので、ここで麺を。菅野製麺所特製中細麺だけに間違いないと思うが、はい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 、うまいうまいうまい、滑らかに我が口の中に。そして噛むや否や小麦感がさらに弾け飛ぶ。麺はもっちり系か、食感が心地よい。口の中で生姜と小麦の風味が融合し幸せなのです。この幸福感、西田ひかりの大ヒット曲人生変えちゃう夏かもねをもじって言うなら、人生変えちゃうラーメンかもね。大げさじゃなく、まさにそう。そうそう、鶏肉いかないとね。ではいざ。キャー、この鶏肉うめえ、ジューシー、柔らけえ。ほのかな醤油の味付け、それだけでもちろん5億点なのだが、生姜スープが絡んでさらにうまい、うまいうまい。もうこれで人生変わった。いいな、生姜感をさらに強くしてから絶頂を迎えようじゃないか。行くのはまだ早い。スープを下から持ってきて、麺を混ぜ混ぜして、さあどう変わった。来たよ来たよ、これはすごい。スープが進化、ほんのり生姜の風味からスパーンとエッジの効いた生姜風味に。このスープはうまい、マジでうまい、もうたまらん。そんな俺をもっとたまらんち会長にさせることがそろそろ起こる時、俺がラーメン食べに行くと、どの店でも隣の客は可愛い女子なんだよ。今日はおー、モデル女子。俺みたいな男には手が届かない。いや、でも草薙くんと藤原紀香のドラマスターの恋みたいなこともビレゾン。そう、生きてる限りビレゾンだから、ガンミー。さあ、彼女のオーダーは。おいおい、俺が気になってた冷たい塩生姜油そばではないか。これは呪霊ですよ、呪霊。混ぜ混ぜするんでしょうな。おっと、中に氷ですか。これはキンキンに冷えてうまいぞ。麺のリアクションは、目を閉じ、おいしゅうございますな菩薩のような表情。そしてたっぷりめにもう一口、目をずっと閉じる。少し開いたと思ったら、また瞑想に浸る。しみじみゆっくり時を忘れ味わいたい、そんな一品なんだよね。清涼感あふれる一品を涼しげに美しくしなやかにいただく彼女。ラーメン店で出会った女神、これは夢か幻か。まあ要するに、率直に大方の予想通り、平たくところはばからずに素直に言ってしまえば、その時俺は彼女に惚れた。ごちそうさまでした。あ、いや、すいません、ずっと見てました。なぜ見てたかって、きっと夏だから。ひな生姜の圧倒的風味を 100% 生かした人生変えちゃうラーメン、マニッシュ。早速ツイート。俺の名前はラーメン太郎、荒川文京千代田の極上の一杯を求め、今日も街をさまよ、どこにでもいるラーメン好き。ただ不思議な偶然、いや必然が起こる。それはいつも俺の隣の客はラーメンを美味しそうに食べる女子ばかりだ。